皆さんこんにちは、純駆動書店池袋本店の太田と申します。本日は、イベントにご参加いただきましてありがとうございます。ここからはですね、純駆動書店池袋本店を使いまして、とある企画を、していきたいと思います。その前にですね、今回の企画に、参加していただく、ゲストの方、お呼びしたいと思います。この方です、どうぞ。Cさんです。はい、では、早速企画の紹介に、いきたいと思います。ドン、こちら純駆動書店池袋本店に潜む暗黒通信団の書。はい、ありがとうございます。この企画はですね、当店に潜んでいる暗黒通信団の本を、通信団のチーフエグゼクティブ下っ端の資産と一緒に探し回る企画です。はい、今回探す書物以外にもですね、暗黒本は、潜んでいますので、皆さんも当店にお越しの際はですね、ぜひ探してみてください。探す際にですね、暗黒本っていうのはすごく、薄かったりして、置いてはあるんですけども、実際に探すとなかなか見つからないという難点がありまして、その辺を、どのように探せば見つかるかを、この動画を、元に考えていただければなと思っています。はい、ということで、まずは、1階の雑誌フロアから見ていきたいと思います。雑誌フロアのですね、こちら、リトルプレスの場所にですね、暗黒通信団の本が束ね、束になってね、ここに置いてあるんですけども、ここは、いろんなジャンルの、本が置かれています。例えば20世紀少女、こちらの本がですね、SF の小説なんですか、はい、だそうです。これが、見ていただくと分かるんですが、ものすごく薄いんです、これ。はい、そんな薄さの本がですね、ここにはですね、もうほんの一部ですよ。こんぐらい、こんぐらいあるんです。なるほど。まあその中にもこちら、円周率100桁表、はい、有名になった、有名な円周率100万桁表ではなく、はい、100桁表ということで、はい、ということで、まず1回見てまいりました。続いてですね、5回に参ります。5階のあれこれ思想的な話、美学の文法、こちらの本を探しに行ってみたいと思います。では、5階に行きますので、あれやりますか。そうそう、あれやりましょう。せーの。はい、ということで、こちら5階の法律と、経済のフロアにやってまいりました。そうですね、美学の文法ということなんですけど、あれこれ思想的な話っていうのはちょっと気になりますが、見に行ってみましょう。場所なんですが、私が調べたところ、日本政治の棚のとこにあるらしいんですよ。ただこの大量の書籍の中でですね、あの嘘さんの本を、ちょっといいですか、そんなに大きくなくても大丈夫ですよ。あの嘘さんの本がですね、入っていてもなかなか見つからないんですよね。で、過去にもお客様に、クレームという形なんですが、本が見つからないよと。ただでもデータを見てみると在庫あるよねっていうふうになるんで、ちょっと C さん大丈夫ですか、ついてきてくださいね。あ、そうそう、話しているうちにやってまいりました。あ、行きましたですね。こちら日本政治の棚ですね。この中にですね、入っているはずなんですが、日本政治って、あれ3本ぐらいあるな。どうでしょう、資産分かりますか。資産が分からないと困るんですが、どうなんですか、資産分かりますか、分かりませんか。頑張って。はい、タイムアウトでございます。正解はですね、ここ、私たちが選挙に行く意味は本当にあるのだろうか、この書籍ですね。あれこれ思想的な話、美学の文法というとこなんですが、タイトルがですね、私たちが選挙に行く意味は本当にあるのだろうかと、
日本の政治っぽい名前なタイトル、それらしいタイトルなんですけれども。そうなんですね。なるほどね。勉強になることばっかりですね、資産が言うことは。はい。こちら僕もね、何度か読ませていただきました。なので、このタイトルつけたのも僕のなんですけども、なんか確かにその、最初は政治のことを、選挙のことなのかななんて思ったりしたんですけども、より深い話になっていくような気がして、読んだ後にもすごく勉強になりました。なるほど。はいはい。では日本政治の棚からお送りしましたが、この5階のフロアですね、もう一箇所分かりづらいとても難解な場所に、ある書籍が隠れております。そちら行ってみましょう。やってまいりました。こちらですね、個人情報保護法の棚のとこですね。こちらから降りてインターネットの法律のところ、このコーナーにですね、潜んでるんです。とてつもなく薄いやつが潜んでるんです。こちらちょっとカメラさん寄ってもらってもよろしいでしょうか。これでもわからない可能性が高いですね。ちょっと僕もう本当に怒りを感じるんですが、見てください、ここ。見てください、ここ。この取り出しにくい。この、すごいですよね、これ。最薄なんじゃないですか、これ。すごく薄い。こちらのドキュメント、こちら、EM 菌。どうやら、最近 EM 菌が話題に、ホットな話題なようでして、資産から、いろいろ情報を聞いているんですけども、ね、資産。だそうです。はい。ということで、5階のフロアで、案内をしてみました。続いてはですね、6階、指南、指南、プログラミング解消。こちら、探してみたいと思います。1個上の6階のフロアになりますが、登りますよ。行けますか？ジャンプできますか？大丈夫ですか？やってみましょう。せーの。よいしょー、ということで6階にやってきました。はい、6階にやってきました。コンピューターと医学書の、フロアでございます。こちらでですね、大丈夫ですか、資産、息上がってますか？暑いですもんね。6階の指南、指南、プログラミング解消、こちらの、本を探しに行きたいと思います。プログラミングということなので、おそらくコンピューター系のプログラミング言語の方にあるんじゃないかなと思うんですが、ということでですね、やってきました。コンピューターのプログラミング言語、この辺にあるんじゃないかなと噂で聞いておりますよ。では見てみましょう。Cさん、わかりますか？ありましたか？あ、これアーランで言語処理系作成じゃないですか。ありましたね。この売り場には、あ、2冊ありますね。在庫がたくさんあるということでいいんですか？なるほど。では、皆さんも買って読んでみてください。きっと私は読みません。読みません。はい。あとですね、何かもう一個ぐらいあると聞いているんですが、こちらにありました。計算機言語のまとめノートです。この指南、はてな、いな、指南、こちら、まあ、ダジャレみたいになってるんですけども、この書籍自体がですね、プログラミングを始めようとしている、初心者の方向けにですね、向けた書籍となっていますので、と書いてはあるんですが、なかなか暗黒通信団っぽい変態的な内容になっていますので、あまりおすすめはできないかななんて思います。当店にはですね、より初心者に優しいプログラミング言語の本がありますので、そちらも、スタッフに尋ねてみてください。
はい、ということでやってまいりました7階の理工のフロアでございます。はい、こちら理工なんですが、こちらで探すのは怪奇暗黒書の巣窟となっております。もうね、5階6階とね、あんなに見つからないのはもううんざりなんですよ。怒りを覚えてます。ということで、どこにあるんでしょうか、探しに行ってみましょう。ありましたよ、見てください。暗黒通信団の書籍は16数学シリーズの棚へ移動しました。あ、だそうです。なるほど、置き土産にね、ここに 100万桁表置いてありますんで。あ、ここにもありますね、いろいろ。あ、いろいろありますね。なるほどなるほど。あ、いっぱいあるな。うん、なるほど、ここにあるっていうことは、あ、徒歩8秒、いろいろあるよ。なるほど、測ってみたそうです、うちのスタッフが。暇なんですかね。行ってみましょう。測ってますか、8秒。2、10、8、16、2、10、8、10、どうでしょう、8秒かかったでしょうか。はい、ということでやってきました。見てください、このめちゃくちゃ分かりやすい売り場。もう誰がどう見ても暗黒通信団のコーナーですよね。迷うことなくここに来れば欲しい本が見つかると思います。あ、よかったです。これとか特にね、だそうです。これ中ってどうなってるんですか。怖いな。なるほど、ちょっと怖いかもしれない。ああ、なるほど、全力で怖いですね、これは。へえ、すごい。これは誰が買って読むんですかね。なるほど。なるほど、さっぱりですね。わかりません。先ほど資産の方から説明があったんですが、こちらの書籍ですね、素人目に見ると何が違うのか全くわからないと。なんですが、これ実は前転周回路と前転巡回路の本だということで説明を受けました。さっぱりでございます。なるほど、うんうん、あ、なるほどなるほど、わかりません。なるほどですね。はい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 、なるほど。気が済んだようです。はい、ということで、回ってきました純駆動書店のですね、潜む暗黒通信団の書、ですが、いかがだったでしょうか。すごくグダグダとした進行で申し訳なかったですが、ただいま、10時を回っており、お店は閉店しております。こんな深夜に付き合っていただいた C さん、ありがとうございました。ではイベントに戻したいと思います。ありがとうございました。